やばいっすか。あかん。あはははは。やばい、やばい。マジめっちゃやばいっすよ、ほんま。なんこれ、前が滑るのはやばいっすね。これやばい、リアルやばかった今。なんやこれ、やばい。もうちょい空気入れていこうか。タイヤがダメな。まずどっから行っとる。タイヤがっちゅうかあれやな。もう今そこあれなんすか、被ってかんのっす。うわー、白バイさんがおるで行けへんだ。行けへんすね。まあこの辺で待っておきますか。めっちゃ見てましたよ。そりゃ見るやろ。そりゃ見てえらやろ。速攻で止まったよ。これ今日は飛ばせやんすね。いや、メッシュで帰ってったらいけるぞ。ああ、あ、エネキーって聞こえる。これはセロ。ゼロやもん。あのまま走っとったら俺止められとったよな。間違いないっすね。止まったでよかったけど。ちょっと兄さんって言われるっすよ。ずーっと見とったで。ずーっと見とったっすよ。いや、見るっしょあれ。あれ見えんだら満帆職務放棄っすよ。僕らの方見てすらないっすもん。ちょっともうあれよ、調子が悪い調子だけな。調子が悪いふり。あ、これやばいな、マジで。前がデーラ声。デーラ声、マジで。タイヤちっちゃ。めっちゃ怖い、前が。テイちゃん、今聞いてましたね。うん。切れたの？あ、はい。繋がったのか。なぜ今、それ、トマトってかぶってかんのっす？え？かぶってかんのっす、トマトっても。おう、なんとかな。あー。オッケー。はい。オッケーです。後ろオッケーです。いけいけ。なんで？なんか怖いなこれ。マジでフロントなんかめっちゃ怖いわ。めっちゃ怖い。いや、まあ、タイヤがあれからこれに変わるとやばい。おう、やばい、加減せんと死ぬ。加減しとる、あ、滑っとるな。
前も後ろも滑っとるわ。前は怖いっすね。お前めっちゃ怖い。展望台？はい。ですかね。了解了解。あったー。あかん、無理だこのタイヤは。全然あかんわこれ。やべえ。もうゆっくり行こう。っていうかかぶっとる。あ、もうかぶってます？かぶっとる。あ、あ、こんなんめっちゃかぶ、めっちゃ無理やわ。あ、後ろはええやん、前が逃げる、手が怖い。はいはい。もうモタードスリックか、スパコですかね。やろな、この感じやとそうかな。あーまあ本気で怖いでな。カウンター記録が考えるぐらい。前のスパコルの時のスパコルの前何でしたっけ。あスパコルの前は何やったかな。あバトラックス。ああ、あれより怖い。前はあれより怖い。ああ、うん、前はな、あれはもう食わへんだだけやでさ。あ、はいはいはい。墓持ってかれる前が。いいもんですかね。わからないやろなこれ。僕ん時でだってそこまで言うほどではなかったっすけどね。え、僕の時履いとった時そんなに言うほどじゃなかったっすからね。多分もうグリップかな。ああ、多分な、速度が速いんやって、お前が乗っとる時より俺の方が。ああ、そうっすね。もうせやでやろな。これでもええかもわからんな。ああ、まだ残ってますし。ああ、ケツはあんまりこんなこの感じでもええけどな。ああ、前がめちゃくちゃ怖い。シャゼル、そしてキャブが濃い。臭い。やばいっすよマジで。すごく臭い。めっちゃ濃いっす。すごく臭い。すごく臭い。だって喉の奥がイガイガするもん。めっちゃ濃いっすマジで。これ腕が足らんのかいな。この前が滑るんは怖いな。チャリ怖いな。なあ、ポッとおるんでしょうね。もう海きれいや。なんでこれ、こんな
調子悪い、めっちゃ調子悪い。もうブーツじゃないとか関係ない、気分の問題か、はいこれはあるかもわからんな。魚、え、ね、え、グレー、魚を踏んだらやばいな、グレーが落ちとったんです、グレーが、え、落ちとった、見てなかった。ケツもお前流れたい放題流れるやんこれ。あ、ケツはすげえ流れるってなあ。はやとも、あの信号から出た瞬間にずるっといったやろ。いったっす。そんなにも、うん、タイヤにゴムストンといったもんな。結構滑りましたね。ほとんどあれぐらいのスピードだと滑っとうっすね。なあ、うん、これお前これじゃ腕磨けへんわお前。間違えたか避けたか、ねえ、そんな感じですね。間違えたっぽい。ああ、
度高いですね、今日は。湿度がちょっと高いですかね。もわっとしとる。エンジン温度が熱いわ、これ。あ、マジで。あ、くそ。あかん、もうバイク買うもん。おお、バイク買う、マジ思うんだよ。くそ、そんな思うんだよ。全然面白いね、マジで。ね、これもエンジンもパワーねえし、これ。ダメだ。諦めた。諦めた。まあまあ無理や。なんか調子悪いわこれ。まあなんか騙し騙しだそうだけど、完全に寿命しかねえやっぱ。ああ、寿命やな。バカ、エンジンもどら熱いもん。ああ、エアーかんどんか水が回っとんか知らんけど、でら熱い。まあダメだ。いやもうこれ、あ、なんか吹いとる。ダメじゃん。なんか吹いとるぞこれ。オイルやん。なかなかっぽいっすね。あ、ほんと混ざっとる。ダメやな。この辺も飛んどるっすもんね。ああ、そう思ったね。最初にこんなもんでな。あれ前回いいもんな。Goodbye. だってお前これさあ、うん、ここまでかかってこんなんねえで。ああ、めっちゃ怖いわほんまに。やばーと思ったもん。何やろう、ね、去年の夏にロスト3買った時はこんなに英雄取ったのに。もうこんなにダメ。あらまさん、チートをしとる。え、去年の夏に最初にロストはいいって言うとったのに、もう今はそんなこと言うてん。
わあかんわな。うわもう僕はね、もう一番上を知って、一番上を知ってしまった。マジで。もうやばいんですよ。なんかこの目がよ。全然。全然こんなんか早いとこ遅いじゃなくてもう全然ダメです。安心感ないね。ないですないです。めっちゃ怖いです。見とってわかるもん。前がしかもエンジンがかかへん。いつものように止めてへんやつ。だってもうそこの一筆で行ってますよ。これはダメだ。すごいあの寝かせれる。怖くなく寝かせれる。はい、強兵のもこれ多分彫刻刀なんでしょ。なります。もう出とる。あすごいいいんですけどね、タイヤは。安心感が出らはる。潰して入ってってあーっていくじゃないですか。もうあーっていくっすね。多分今までで一番寝とった時だったんですよ。リア映ったらあれやと思う。だいぶ寝とった。早いぞ。終わったっす。何だ。いやエンジンがねやばいっす。あれ全開っすよ。嘘。マジであれ全開っすよ。いやあれほんまに全開っすよ。マジか。マジ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 。じゃ普通にマジっすよ。いや、この前で遅かったっす。いやな。だってさ、いや、こけてからやっぱりおかしいっすね。オイル拭いてくるし。抜いていった時のさ、ここがさ、やばかったじゃん。全開かと思った。いや、もうあれ全開っす、マジで。直線走るのもこの前で悪くないっすか。悪い。ですよ。なんやけど、もしかしたらタイヤも滑っとる。あ、まっすぐです。途中の瞬間で、時間変えてるから、自分みたいなところです。やばいっすよね。夏が一番向いてる。やばいやろな。ここが。やばい。折れる。グリッと。ダクテール買うわ。これが、ね、無理っすね。めっちゃ怖いっすね。ボス、麦茶と緑茶どっちがいいですか。麦茶、はい、ゆっくりいきます。いや、てかその前にエンジンがやばいっす。思ったんですよ、あれ出たはええけど、どうしようみたいな。回らへんやん、みたいな。ぐーっと、たま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 って抜いてったのか。やばいっす、回る。パーンもう全開っす。アメリカの大将、多分でもこれブリザーなんですよ。ブリザーをね受け取るのよ、ブリザーが。マジですごい匂い。みんなにしよう。うん、みんなにしよう。これどうやらかった、ね、だけど細いんだ、一回り。あこれがな。ですね。120からでしたね、前も。うん。前橋はこれかな。けどもうエンジンがいかんでええわ。世界や。乗り換えちゃう。買い替え。買い替えす。510に買い替えす。入り早そうやな。さっきのカーブがやったら次でこれだよ。結構ついてこうとするとさ、いきなりグッてなる。誰が一番やばいと思ったか俺やで。どうしようと思ったか。ワイトってブーンみたいな。これは分かるさ、ドルの時みたいな、うーんがなく、あーんでそのまま行っとんで。俺
多分エンジン上がっとこれ上がっとらエンジン仕方ない。ライバーの直線とか抜いてくの急に失速しましたもんね。なんてあれみたいな、やばい、ブレーキ運動のなと思うぐらい失速しましたもん。後ろの、あの抜けたバンクに暑いぞ、このエンジン。ジュンさん、やばいっすよ。あれ、バイクは？どうして？そこよ、出てきたんや。そう、そこよ。結構涼しいんですね。うん、あ、いいな。なかなかいい。真夏はどうかな。真夏はフレッシュ。なやそんなん手飛んでいくよ。布切れなやとみたいにさ、肌が鋼鉄やったらいい。肌の布これは嫌や。なやさんみたいに鋼鉄か、僕みたいに回復早いか。この前の毛がぶっこり。いや、早っ。まだ1週間か。1週間に肉ってことは治る。なんだ、ハスキも寿命すんの。寿命っすね、完全に。でもだって結構ですよね。なんだかんだ。なんだかんだで1年半。これまた人間かもしれない。はい、っていうか、これが寿命を言うたんで、これも寿命ですよね。これ多分な、ミッチに渡したときにな、ガス薄したもんでな。はい、あかんね。一気に来たんですかね。やっぱりな、レーサーはレーサーみたいに乗っとらんとな、感じ。焼けてくるんですかね。いや、あいつ多分。アイドリングでドって撮った。あー、回しないです。今度は振るもん。カンって回しちゃったのに、ドロドロやったら負担かかんない。たぶんな、熱で温まってきて、キャブへキャブへ押されてオーバーフローしちゃった。あんな原付久々に見たわ。懐かしい。される軽トラにも撃墜される。しかもあの端っこ寄ってあるからね。下向いて端っこ寄ってあるからね。本気や。早いぞ。早いトラみたいになるぞ。なんかでも安定してこの辺ぐらいまで使えるようになってきました。もうちょっときついかな。きついっすよね。今のままやとどうなんだ、うん、ブレーキングをやんの前より先に俺が飛ぶわな。チャイヤ取れるわな。ジョルファイメニメニメニあれいいとこれやばいっすわ。言うても9本のランピングしたいけど。このサイズの中ではこれが一番いい。気持ち悪すぎる。なんで無理にこれにした。まだ線引いてたやつ。マジかよみたいな。もうちょい行っちゃうみたいな。俺ね、強兵のに入った時の方がよっぽどマシだったって。いや、お釣り来ますよね。お釣り来る。ロスト釣りより安いですよね。だって早い。
減ってやつしか入れてないから減らすためのコンパウンドしか入ってない。これでも前だけスパコロになるのええんすかね。後ろ捨てるんだ。後ろはいらんやろ。前がなんかこう腰砕けになるプラス横へずれるもんで、ね、座り方がもうちょっと退屈座り退屈座り珍しい。いやもうどこ行きましたもんね。このタイヤがこんにゃがん思わへんかった。こんなに合わへんねん。これまだ一番上からこれやもん、余計でしょうね多分ね。最初これ履いた時にはこのタイヤクソいわ言うとったのに。あれはあの時の乗り方やから、もう今乗り方が違うで。俺んとこだけ凍っとんかな、道が。竹槍なんか刺さっとった。竹槍、チャンバーやん。あれ、ツーストのチャンバーっすよ、うん、めっちゃ長かったよ、うん、最高速チャンバー。すげー、俺ってかんのかな。懐かしい懐かしい懐かしい。 TZR な中学校ぐらいでね。チャンバーめっちゃ探します。あれめっちゃ見ましたもんね。あればっかっすもん。ただめっちゃ高いっす。チャンバーいくつから取ったかわからんもん。みっちゃん、チャンバー変えてくれ。また持ってきたんか。また持ってきた。でも昔のはチャンバーだけで、そうですね、だいぶ変わりますもんね。みっちゃん、ハイコンプ組んで。その頃の俺はハエトみたいにハイコンプ。口を開けばハイコンプ。みっちゃん、焼けてった。勝ったらとりあえず入れる。やらかしたんか。してないの、うさあ方がいいんかなって今ちょっと思っとんねんやけど、もう実際乗ってみようかな。一歩乗ってみようかな。なんやろな、頼むぜ。見た目はゼッケンも出てバンバンなんやけどな。なんかライトなるの。あ、そっかそっか。横、横。結構明るいですよ。めっちゃ明るい。結構明るい。なぜかブレーキもフラッシュになるんだけど。センサーがこう出てるのかな。違う、切り替わってくるのかな。これ、透明しかね、フラッシュ取ってない。あー。あー。なんかおかしい。そういうやつな。電圧がおかしいやつって感じ。いや、エマージェンシーだ。近近近近近近。後ろじゃなくて前に。やばい。前にどけ。どけ。遅い。遅い。どけ。よりやったらガチ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 緩めだ。気分で乗ってくるよ。簡単。超簡単。動いてない。やらかいやつ。なんか違うね。アフリカツイン。これ。なんか怖いの。怖いですか。かなり熱い肩した。眩しい時用、普通の時用、フライト。それいいっすね。夜感じコンパクトっすよね。夜最高。持ち運びがなくそうでいいっすわ、ね、だってこんだけシールドフライトどうなるんやろ、ね、まあ、エコはいらないんですよ。夜は暗いけどな。これもミラー変えよう。シールド変えよう。まあ、知らんちにこんなところ。間違いなくシールド新しいのみたいな。赤の方がかっこいいからね、これ。俺シルバーと黄色持ってる。こっちにシルバー。赤いは誰もいないですよね。え、あら、赤い。今、買います。あ、ちゃうの？今、ボスが向けたや
なんでこれこんな傷つくの俺の。虫？あ、虫っす。あの甲虫とか当たると削れるっすよ。で僕のも結構もくとるっすね。ヒットしまくりやつな。あと小石？これはひどない。まあ、最近ちょっと僕もやるようになってきたんであんま言えやんすけど、ハヤトさんの後ろとかボスの後ろ走るとカン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 くるっすね。もう今から強制くんでやばいっすね。やばい。あんま言えやんけど人のこと。俺は一番後ろ走ってくわ。ハヤトさん、もう壁の方に向かって。そうっす。45度ぐらいで。はい、行ってください。はい、お願いします。ハヤトさん。S3 ステッカー貼るとこないですね。 S3? 後ろに貼りたいです。後ろが繋がってるシートで、あんな感じ、シャンプルシート、タミヤとされてるんですよ。あー、そうか、全部シートなんや。メモリに合わせやん。裏はマイナスドライバー1枚分。裏はドロドロなんだ、ベンダーレアさん。締めたでしょ。もうなんで横に貼ろうかと思ったんですけど、最初はシルバーじゃないですか、赤くしたか。しかも変えるしな。なら変えた後考える方がいいよな。変えるか分かんないですからね。そう思うと2枚あるんで1枚これは無理やさってもいいかな。役目が終えてしまった今日。役目が終えてしまった。でもやこうしたら走らへんし、濃すぎるんだよ。あ、まあ、どれかパンパン走ります。死ぬほど走らない。最近年齢はそれは多分めちゃくちゃ思ってます、ね、あ、でも街中は多分僕の方が人気だ。あ、ドルちゃんとシルコ、ドルちゃんと変わらんじゃん。うん、やばいっすね。シートだけ買ってこの前のシートが変わってる。ドルちゃんは、いや、それでもまだ変わらない。若干またがってみたら、いや、ドルは横に太いもん。僕も両脇でやっとできないですよ。お、ちょっとあれようなあ、最近いますよ、トリュフ。いました？中性アーガス？あ、見た。あ、そう、うん、最近います、トリュフ。びっくりした。2回ぐらいも飛んだことありますけど、あの、自信ないやんか、初めて見んで、うん、うん、みたいな。アクラボのマフラーついてる。そうそうそう、一緒や。一緒や。アクラボで見てたから。いや、もうここ通ってったからさ。太鼓で一瞬すれ違います。2回ぐらい。ほんにやな。おる、おるっすね。もうあの、赤の、あのから。あんま飛ばしてない人ですか？全然飛ばしてない。ですよね、ゆっくりですよね。だってアクラボの枕ついてるんで音静かやもん。ですよね。二度見できたでな。いや、てか、車で抜けたし。多分一緒の人っすよね。なんかめっちゃゆっくり走ってて。ゆっくり走ってる。音だけいいんさ。わーん言うとさ。俺乗ってるからよ、俺。バーン言うと、おー、なんかバイク来たと思わないけど、音だけなんですよ。これがポンプ。あんま聞こえないですね。聞こえやん。バッフル抜いたらいい。これですか？すごい。これでバッフル抜いたら多分やばい。すごいよ。外に抜くだな。抜くだよね。聞こえやん。一番うるさかったよ、マジで。僕めっちゃ心配ですもん。警察に止められやんかなと思って。音で。これ大丈夫？これは大丈夫。あ、止めとるよ。どうした？抜いたら通らへんけど。抜いたら基本全部取らないですもん。大概うるさいよ。新規が多いですよね、マジで。多い。てか、ニダボ結構多い。ですよね。僕の周り、それもいないですから。一人。てか、250であれを買う。高いっすよね。高い。80万はちょっと用出さないっすわ。 S38 割買えますか？80あったら新車で125のオフ買うかな。あ、2台ぐらい買えるんじゃないですか？いや、1台。あ、マジっすか？あ、新車だと高いっすもんね。新車だと高い。
中古やとおやつめっちゃ考えとる考えとめっちゃ荷物少ないですね、ボス俺基本持ちたくない、はい、基本ここに置き込まれるストレージストレージどっか遠出するときはリュックと思うんですか。うん、ここあ、強兵君が持ってくるんですか。遠出行くときは俺やってももう一回り大きいウエストバッグ これよりちっちゃいぐらいですよね、うん、で、あとクリーガーが後ろについて一発ぶつかんときとかどうするんですか。いや、クリーガーに後ろにヒートがフォアのベースのときは行きまではリュックするんで、そこ置いてあどうせコアで止まっていくからそういうことですか、うん、そしたらもう朝からみんなでベーって言って、あいつのリュック欲しいんですか。あれ結構いいじゃないですか。マジで何でも入れそうじゃないですか。僕はもうハスクのハスクの30リッターバッグをこう持ってとりあえずみんなの荷物ポイポイ飲み込む。どれ入れといてやん。バスのお土産僕の方が買ったの多い。持せようとの多いからね。で、あれ最後俺どうやってこれ持ってくるの。あ、最後の帰りがってことですね。最高とかね。うん、あ、出てますね、うん、それは全然最初の出だしっすよね。ハリやん、たぶんハリだけだな。暑いさ、エンジンがめっちゃくちゃ、うん、僕も今日めっちゃ暑かったっすね。それは車の、いや、ケツが車の後ろ発車これの暑さはな、たぶん異常ねえやつね。マフラーの外かけとんねな、たぶん排気音が暑いんやで、これ。夜はもうエンジンが下に行くケツ地獄っすよ。また焼ける。バイクのエンジンのメスはなんとも思わん。いや、思うよ。マジで思いますよ、これは。一応乗ってるから大丈夫。いや、いや、まあ一応どこやねえ。俺のバイク、ドルはもう今やばい、マジで。ここまで進んでいきますよ。下から発の上に座っとるやん、うん、正直、10R の3倍ぐらいあるんです。熱したフライパンの上に座っとるみたいですもんね。バンディットか、バンディットか。血が治るで。ああ確かに究極に熱い。ケツが熱いの。ケツがずっとお灸されとる。いやだってあれあそこにエンジンあるんやもん。シートから熱が。お前真夏にシートヒーターつけた前あの車に座っとるじゃん。シートから熱が。ケツが熱いの経験ない。ここら辺はそんな熱くないんですよ。あ、そう。ケツだけが熱い。だからケツが本当にケツだけが熱い。マジでほんまに熱いっす。ケツその熱さもお前熱っとかじゃないもんな。ほんまに熱いっすよ。ずっと立っとかなかんレベル。だから僕一回立ってたじゃないですか。ほんまにやばい。マジでケツか。ケツは知らんわ。ケツはすごい。15分ぐらい車の後ろゆっくり走ったら死んできますよ。マジでケツ。マジでしょ。5分ぐらいからちょっとずつ熱が。私みたいにめっちゃ前乗ってますんから関係ない。関係ない。シートがやばい。僕だってモタードのシートの時あったやつ、うん、あれ前乗っても熱いっすよ。そうケツか。わざと前乗るんですけど関係なしで熱いっす。ケツはちょっと初体験、うん、まだ気持ちマシかなっていうレベル。冷え性治るで。治るでしょうね。ほんまに熱いっす。それええかもしれん。超熱いもん。じゃあでもお前が想像し得る場合は熱い。間違いないですね。マジでケツか。変になるのか。熱いっす。辛いな。熱いの。みんなリラになるもんな場合。うん。渋滞最悪っすよね。最悪ね。信号待ちはとりあえず前行きたくなるからね。もうええよ、もうわからん思ったらアイス飲んさんとか一回降りてこう座ろうかなと。いや、多分アイスの溶ける、溶ける、完全に溶ける。マジか。あ、絶対なんゲルザブとかな、ああいうのダメっすね。これが蓄熱余計熱いっすよね。へえ、すげえ、ケツが熱いバイクか。走るのはめちゃくちゃ楽しいんですけど、それ焼肉の気持ちがようわかる。ああ、そんな、そうですよね。めちゃめちゃ熱いです。唯一の利点は冬っすからね。じゃあ冬は言うほど暑なら冬だ。これにバケツよ。多いっすね今日。うん、このセロに通報されたんやな。こう行くから。さギリギリで避けてきます。強兵君内側から抜いてきます。そっちから行くと思って。いや、もうあれや。
消えるだけのパワーがなかった、うん、めっちゃゆっくり行ったんで一回止まって中入りましたもんね。あれってことで外れたろ。新車買えるやん。嘘やろみたいな思いましたもん。バロンだって半分儲けやん。ですよ。そんなにやん。僕の下の DR でも20万ぐらい上乗せですから、ね、2万キロ増えるとこに値段が安くなったら5000円とか整備それでしっかりしてくれるぐらい大事。僕ポケてから打てますからね。それでちゃんと変わるとか変わってない。ようあんなポッコスのやつ40万で買い取ってくれました。40万、すごい。もっと8000円くらい買ってて2万7000円くらいするんですよ。じゃあ走っとるやん。誰とどこに行ってたと思ってるんですか。あ、そうやな。ね。CR の走行距離ね。ああ、爆発的やった。8月から2万キロってどういうことですか。普通タイヤだけじゃいかない。パワーも出るな。調子乗っとると飛んでくと思う。速度超過するグランドかな。ない感じですけどね。その時はするよ。マジですか、うん、何でもするよ。カメラだったら。ああ、それはちょっと思うかもしれない。柔らかいね。柔らかいし軽いね。はいはい、軽い感じはすごい。俺のみたいな長いでさ、はい、縮むんだ多いでさ、で伸びを俺全開で締めたって、はい、縮んだ状態こうへばっとんやん。今日なんかこれぐらい縮むんでアクセル入れたら振って抜けるんやん。見てね。泣き分かるっす。開けとるだよ。あれこれアクセルちょっとでも戻っちゃうともうやばい。あ、それがガクンって。そう開けとる限りは別にこいつでも滑っただけでさ。最近めっちゃ多いんですよね。抜きすぎっすかね、やっぱり。練習するんだから。そうだろうな。これに切る。わからないですね。潰すかとかで、でもう一個寝かしたいときにちょっと抜くんですよ。ガクンでいくんですけど、それ抜きすぎっすかね。こっちに抜く。出た。そうか。こっちなら挙動が緩やかに、スカンと抜ける人と、で、ギュッと止まります。半クラぐらいで。アクセルだと、エンジンブレーキが絶対ちょっとの中で、はい、やっていくと、はい、でも、全部触るんですよ。ほんの一瞬、ちょっと、ちょっとだけトラクション抜いておいて、このスパッと倒す。ギュッて、まああれ硬いでいいけど俺らのとこやと行き過ぎてしまう。ああ、グッて柔らかい。硬いで行け。硬いこれでなくても次が通らせたら次あんま硬くない。思うんやけどな。これはな、これはな、これはあんまり慣れたはずなんですよ。タイヤだけ慣れると結構慣れてきてるので、ちょうどええなって。
キングスピードすげえスピードはい、ブレーキ、ポイントがさちょうどいいね、ニュートルぐらいいたんだけどいや、そんな半端なくてはいね、吸い取るもののさ、性能が綺麗に出るところがここじゃない、ここの速度で行く違うんだよ。変やる、速い。あっちゃんらはこの辺で の, あのバランスが欲しいけど、こいつらその上行っとるのでそこで使ったなんて意味がないんです。ここに上ってこと、うん、ブレーキにしよう、効くんやん。で、スピードがいいこれ、ね、ちょうどいいかも。あランクアップさせやなかやつこれがすごいでも街乗りもだいぶ楽ですけどね、うん、体勢楽や姿勢がすごい楽やただ S モードやとちょっと挙動がすごいですアクセルワーフがめちゃくちゃすごいシビアです峠とか走ってる時はいいですよおいやこのタイヤやとこんなもんするじゃんでもこんなこのタイヤでさ入れたらこうやって走れるそうっすね今僕が S で走りますいや、塩素が。ああ。もう、むせ替えて死んでくっす。はいはいはい。あの、打ち水みたいなの来て、あるんですよ、ベストが。うん、で、あれ来てると、真夏の室内で寒いっす。去年、そうだ。工事部隊はそういうのがある。おそらく監督業務の方がないんや。同じところ多いんやん。ただ、ベストが耐えてたんですよ、ベスト耐えてた。判定がやばいっすよ。長いまあかんすよ。今さ、あの、背中とかすぐ忘れるさ、ウォーターの、はいはいはい、ここに噛むはいはいはい。ひどない。あれ凍ってくるけど。県外まで行って、走りに行って、誰も写真撮らへんで。え？あるあるっすね。いいね。あるあるっすね。証拠は残さない。口だけ出さなか口出すか目出すかこうやってしかしないよなハヤトさんが飲んでる場合はあんまり行かないですガスはないな何か行こうだなって言ってないおふよくや言われるI'm sorry.
距離は走れるけど欲しい道具がねみたいな。だから強欲なんて全部欲しいない。受けていくやん。近いやつはあったけど売れてったって。2レンジでしょ。珍しいな。あ、仕事終わっとった時やったらもうバリバリなんでしょうけど、2つとも経った。2つですか。重いの我慢するんだ。こういうふうにハイパーも倒す。ドカノスか、うん、あ、重いの我慢するんだ。でもドカって180ぐらいですよ。173ですよね。めちゃくちゃ軽いですよ。モタードからしたら、あ、重いです。あんまり僕言えないですけど、次173キロなんで軽い。盛り付けたのか。40キロぐらい。40キロつけたらもう 10R より重たいですね。それ取ろうかなと思って。まあこれ買った時も言われたけど、でも多分この感じがいいなと思ったら車重があるもんね。そう考えると今だいぶ安定してきたんですね。めっちゃふわふわしとったっすもんね。飛んできちゃったっすもんね最初。大丈夫ですか。いいじゃん。あ、そうですね。ドローンこんなもらえますか。重たい。フルカーボだとちょっと食べてないですね。マフラー変わっとうでな。マフラーが多分10秒ぐらい変わったこれ。でかあんまりなこう軽くないけどな。軽さを求めるかな。あとこれ見たばっかり嫌がないですか。違う違う、軽さを使いこなすだけの企業がいい。ハーレーっていうかサバゲから来て。ハーレーの前につけたやつですよね。これはこれちゃうよ。あれこれ俺のちゃうよ。あ、そうなんですか。違うん、これはその名材ちゃう。だって 7.6 ミリ。あ、ほんとや。じゃあ、ちょっとすごいか。あの人のもあれや、ミリタリーちゃうの。あの人は確か本物の軍事ですよね。ちょ、ここや。あ、ほんまや。あ、弾頭がちょっとちっちゃいですか、前が。俺には 7.6 ミリ。一発かな無料っす。これ家帰ったら要件あんねん。あのさ、あの滋賀のさ、ライダーハウスカフェあるやんか。家帰ったら要件あるわ。あ、鈴鹿と、そう、鈴鹿と、鹿抜けてたとこの、はいはいはい、あっこの運転がさ、あー、銃、置いてありますね。下打ち進むでしょって。ライトマシンガンにジャラジャラひっついたんです。え、それこれ穴開けてるんですか。滋賀はどうなんだろう。そうなの。なんか大きいのが来てるな。もっとでかいのか。邪魔やん。ちょうど感じたらいい。リアン感じですね。そこまででかくない。そうですし、なんかどこも重ないっす。さすしずまんでやって思いつけたりなんです。開けてから。開けた。修行しながら乗る。しばらくはきついでしょ。何が怖いって、おわせとかおらへんと思って行ったところにおるのが怖いですよね。そう、おらへんやろうと思って行って行ったらおるみたいな、ありそうで。めちゃめちゃ燃費で。誰に言ったんや。知らんわ。
体幹ってプランクでいいですよ。パンクじゃない。これはノーハンドで。なんて体幹プランクでいい。プランクってなんだや。肘ついて足伸ばして腕立て伏せの形で肘、それで1分ぐらいやってたら体幹つきますよ。でサイドプランクがポイント。え、こうは関係なくなった、ね、ここに回らなくなる。じゃあサイドプランク右だけ伝わる。右だけ鍛えたらまだマシだな。なんとかいけちゃう、まあ、こうやろ。で立ちできない。それで1分。手をこう、はい、手をこう肩を90度にしようか。こんな感じ。ああ、そうそうそう。下方がない。前向いて。何ですか。これしかしよう。手をこうマスクしてこう。それは大丈夫です。それ前向け前。顎上げて。これ1分5セット。1分もうそもそももう。多分1分無理。最初30秒から始めるやつ多分死んでいきます。足クロスさせて、足クロス。そんなことしようぜ。テレビ見とるとこのままで片足上げた方が多分しんどいっすね。まっすぐ上げた方が。じゃあ最初あ、でもそれはちょっと分かるっすね。ケツが上がりすぎとる。みたいな。もうちょっとした。はい。はい、顎上げて。はい。それ、5セット。しんどい。はい、下がってきたら行こうか。恥ずかしい。打つか棒。ケツさん、マジっすか。ようバイク乗ってますね。無理こ。無理っぽじゃねえ。無理っぽ。JK みたいなバタン使わなくて。無理っぽ。何だっけ。ピエン。無理っぽピエン。もうやばい。そりゃそりゃリュックスタンディングできないです。できない。マジでできない。7月は遠いしんどいんじゃないですか。時間取るか金取るかな。それだったら金がないと。サブあと姿勢です。猫背やで。時間欲しいですからね。いや夜行きゃいないな。え、うん、いや車高っす。めっちゃ肩痛いな。頑張れな。あー赤乗ってきた。いけるいける。え混ざったんすね、やっぱ。いや、マジで。あ、混ざってるよ。はい。いや、最初黒かったのに、どんどん。流血しとるっす。高いんだ。
くんがね、端まで入ってこういって入ってくる、多分入れる、ここから折り返して1リッターが2リッターぐらい余るかないみたいな、めちゃめちゃ、それでいつまで減ってないじゃん、調子悪いよ、多分っと調子良かったら押していかなかったもんだ最後の 10m ぐらいな、腹減ったんやけどな、食べるとこかな、食べるとこはないんかな、あトーパー7個増やしてる、言うてパールは強いけど、パールしかどっちかないからさ、あそこ行くわね、喫茶店さん、どうすか、どうでした、駅の方向いてって左行くから、あーあのオランジュ、オレンジ、オレンジ、あ、行きます、オレンジ行きます、まあそこ結構ありますよ、あ、一緒や、ピラフ好き、ピラフ美味しいよね、あそこは、多分僕とボスはピラフ好きなの僕だけ